ニュージャパンワールドナー。 なんか声がさつきましたけど大丈夫です短くぎゅっと今後の新日本プロレスワールドの情報をお伝えしていくこの新日本プロレスの、えー、新しいコンテンツでございますけどもね、えー、よろしくお願いしますテレビ安いハナウンサーの寺川俊平ですさて翔、えー、選手陽選手が返上しました IWGP ジュニアタック、えー、リーグ戦を終えまして1位エルデスペラード選手金丸義信選手組と、えー、2位高橋博文、えー、選手武士選手組により第62代王座決定戦行われました皆さんご覧になりましたね 実力者たちがガッと集まって試合するとこうなんのねというちょっと本当にこうあに見応えのある戦いだったわけですけれどもまだご覧になってない方9.11の,の決定戦ですからねえぜひアーカイブでご覧になってはいかがでしょうかさて今週の新日本プロレスワールドを国際色豊かにお伝えするのでえそちらをご紹介いたしますえまず9月16日水曜日午後6時からテレプロレスリング CMLL ゲストはですね鈴木軍の「エル・デスペラードドーキー」 同期選手がねツイッターで出演アピールをしたこれにより実現したというこのね、えー、状況でございますさらに9月18日金曜午後6時からもテレプロレッシング CMLL これもエルデスペラード選手同期選手これ第2弾ということですので、えー、その後はですね9月19日土曜午前11時から新日本プロレスアメリカ初オリジナルプログラムに n j p w ストロングこれシャープの7配信いたしますさあそしていよいよ今週末9月今週末 ええー？もうもう来ますか ?9 月19日土曜。今週土曜。早っあっという間、G1 クライマックス開幕やった新日本プロレスワールドでは全中級大会ライブ配信いたします。 えー、最強選手決定リーグ戦 g 1クライマックスはですね、えー、新日本プロレス年間最大のシリーズでございますヘビー級のトップ選手たちがおよそ1ヶ月間シングルを連戦して世界で最も過酷なリーグ戦とも呼ばれているんですねこれはもう本当にね何ていうんですかね一言で言うととんでもないリーグです 選ばれし20人の選手がですね AB2 つのブロックに分かれて、えー、シングルマチッチを戦っていきましてで両ブロックの1位同士が、えー、10月の18日両国国技館でその年の、えー、最強の座チャンピオンの座優勝の座をかけて戦うというシステムになっております。さあ今回回はですすね記念すべき30回目 g1 クライマックスサーティということになるわけですね。あの例年、あのこの g1 クライマックスの夏開催ですけれども、もえ今年は秋の開催。これ史上初です。本当に1ヶ月間連戦もありますし、選手たちはもうまさに身も心も削りながらそれでも。 こう、なんていうの、死に物狂いで頂点を狙いに来るというのは、この十万クライマックスも、本当に、こう、見応えの部分ですのでね。選手の皆さんは、本当に体に気をつけながら、え、頑張っていただきたいな、というふうに思うわけですけれども、本当に、毎年ね、伝説の名勝負、生まれます。これ、もちろん、こう、優勝戦線関わるところで、あの、すごい試合が出てくるっていうのは、まあ、わかりますよね。そうじゃないんですよね。ここの黄金カード、ここから始まったやっていうような、あの、星取りの上では、実はもうちょっと。 目はなくなっているもの同士かもしれないけど、だからこそちょっとこうドラマがあるみたいな、そういう戦いもどん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 こう戦いが進めば進もう出てくる。もう削り合いですから、これはほんと楽しみなんですね。どんな伝説が今年は生まれてくるのかというところもありますし、あと、これはそもそも皆さん驚いたんじゃないですか見ましたブロック分け。海外から。フル参戦フル参戦フル参戦すごっ 全部来ると思ってましたいやびっくりしました出場選手改めて発表します A ブロックいきますイブシコータージェフコブ岡田和親石井智博ウィルスプレイ高木慎吾鈴木みの実太一 J ホワイト高橋裕次郎、えー、この A ブロックってもすでに A ブロックだけどこんなのすごい イブ選選選手手手いいてて岡田ジェフコブ選手も僕結構好きなんですよねで石井智弘選手石井智弘選手と、えー、鈴木みのる選手の戦いもあるし高い慎吾選手の戦いもこの辺のバチバチに向きつ鈴木みのる対太一っていうこの鈴木軍対決も生まれるし J. ホワイト対高橋裕次郎っていうカードも生まれるわけですよねでその J. ホワイト久々に来ますから日本でこれね岡田だったり井シだったりあるいは鈴木みのる高いこれすごいぞどれも黄金カードだな。 怖いか。ウィル・スプレイもいますしね。あ、すごい。で、B ブロックいきます。B ブロック。田中宏、ジュース・ロビンソン、後藤宏樹、矢野徹、秋田、吉橋、内藤哲也、真田、ザック・セイバー・ジュニア、ケンタ、イーヴィル。おお、内藤、真田のブロックで、イーヴィル。 嫌な予感する嫌な予感がするでジュース・ロミンソンもね久しぶりにこう日本のリングでハッスルする姿見たいですし、えー、ケンタ選手もねあのそもそもこうアメリカにいらっしゃるので、えー、こう日本で試合するっていうのは本当に久々で内藤哲也を巡るところではね田中選手と中で見,える見られるし後藤選手もねこういう G1 クライマックスね G1 の G は後藤の G! 僕はやっぱりね吉橋選手出てほしい、出た、来た、え物、え、事一瞬で変わりますから、何か奇跡を吉橋選手が起こしてくれる、ええ、こっちのカードもどれも黄金カードになって、内藤対真田ってのもあるわけですからね、ええ、これは本当に楽しみですね、裕次郎選手も5年ぶりの出場ですか、ね、何度も言いますけど、岡田和親選手に対して、引きずるロシア、なかなかないですよね。 引きずり下ろすんだから自分は低いところにいるっていう開き直りをしてお前引きずり下ろしてやるからな物事考えようですよねこれなんかある意味やさぐれてる時そういう発想をしてることもあるからねあの先輩あのアナウンサーくっそめんどくせえな引きずり下ろしてやりてえな俺んとこまで落としてやる俺んとこまで つまり優勝決定戦のカードがどうなるかあとは優勝者誰になるのかって予想させていただきました A ブロック1位ジェフ・コブ B ブロック1位矢野徹この優勝決定戦優勝決定戦史上初の1分以内に終わるとかあるかもしれないで優勝者矢野徹選手 KOPW に続いて g 1も取っちゃうみたいな一瞬いや嘘でしょって思うかもしれない、ね、矢野徹選手の,あの戦い方考えるとやっぱこう星取られることもたくさんあるだろうし星をこう奇跡的な星を取りに行くってこともあるだろうし、ね、いろいろあると思うんですけど、まあ、プロレスって何があるか分かんないしかもこの秋開,秋開催初めてです g 1クライますス何があるか分かんないこんなことになったちょっとこれはこれで。 結構な夢あると思いませんちょっとよくよくよく皆さん頭の中で想像これがねやっぱ g 1クライマックスってのはこういうのを考えるのもまた楽しいというところですからね。 どううなっていいいくのかというところでございますさあそれでは改めてここでスケジュールをご紹介いたしますね全大会ずらりといきますので皆様ついてきていただければと思います9月19日からです9月19日土曜午後5時と9月20日日曜午後2時開幕大阪2連戦そして 9月23日水曜午後6時半と9月24日木曜午後6時半これ札幌2連戦です大阪札幌と来て9月27日ちょっとここ期間が来ますけれどもね日曜になって午後4時神戸そして29日火曜日午後6時30分と30日水曜午後6時30分ここで1回東京来ます後楽園2連戦 えー、そして10月1日です木曜午後6時30分長岡、えー、10月5日月曜夜7時高松、えー、10月6日火曜午後6時30分そして7日水曜午後6時30分は広島の2連戦、えー、さらに8日木曜午後6時 岡山10月10日土曜午後5時大阪10月11日優勝決定戦に向けて徐々にまた東京に近づいてくる感じですね10月11日日曜午後6時名古屋そして10月13日火曜午後6時30分浜松10月14日水曜午後6時30分横浜きたきたきた神奈川まで来たそしてラストは両国国技館3連戦10月16日,からです16日金曜午後6時30分 17日土曜午後5時そして18日は、えー、日曜午後3時です最後は午後3時ですからね。 えー、皆さんもお楽しみにしていただければと思いますまたですね新日本の公式ホームページなどで全対戦カードも発表されていますのでそちらもチェックしてみてくださいどういう星寄りになっていくのかなこれ想像予想を立てるのもプロレスの醍醐味です是非皆さんねあこことここ戦ったらこうなるのかっていうのをうちょっと期待しながらもしかするとこの戦いがこちが勝つかなと思いああらあ逆だ裏切られたっていうような、えー、こだ、ね、あの,普段の楽しみもうでにされてる方もいると思いますけどそれうなうのと面白いので是非やってみてくださいマジで今年の G1 やべーっす